石川県パラスポーツクラブ紹介。今回は県内で活動する障害者アーチェリークラブをご紹介します。アーチェリーは障害のある人が行うスポーツとして古い歴史を持っており、パラリンピックの起源はアーチェリーにあるとされています。石川県にも30年以上の歴史がある障害者アーチェリークラブが活動しています。こんにちは。障害者アーチェリークラブの指導を担当しております林秀明と申します。アーチェリーは体の小さい小学生から高齢者、障害者まで、その人の体力に合わせた球具を使用すれば、障害のある方でもない方でも一緒に参加できる競技です。アーチェリー競技は屋内で18メートルの距離から的を目標とする競技や、屋外で70メートルの距離から的を目標とする競技などがあります。球具紹介です。弓は主に2種類あります。まず1つ目はリカーブ棒です。弓はリムとハンドルを組み合わせた構造で、そのリムの先端部のたわみで矢を射ります。2つ目はコンパウンド棒です。滑車がついていて、その部分の回転で矢を射ります。先端に滑車がついているので、小さい力でも引くことができます。パラリンピックのアーチェリーでは、リカーブ棒とコンパウンド棒の2種類の競技があります。アーチェリーの引き方です。実際に引いているところを見ていただきましょう。初心者の方も安心してお越しください。活動日程、練習場の紹介です。毎月第2、第4木曜日、会場は金沢市障害者高齢者体育館になります。連絡先はこちらまで。待ってます。